と元気を届けられるよう日々練習に励んでいます。また感謝の気持ちや思いやりといったアロハスピリッツも大切にしています。私たちは来月の21日に行われるフラガールズ甲子園に出場します。最優秀賞を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。そして最後に去年のフラガールズ甲子園のタヒチダンスを撮りたいと思います。最後までお楽しみください。平昌マハロハでした。頑張ってね、フラガールズ甲子園ね、素敵だった、8月21日日曜日アリオス大ホールで全国からなんと25校のチームが集まっての甲子園となります。皆さんぜひ応援に足を運んでいただければと思います。さあ時刻は間もなく